こんにちは、秋葉仁です。今僕はですね、伊丹空港のところに来てます。この伊丹空港、何がすごいかというと、この千里川土手で飛行機がね、もろに見えるんですよ。あれ、なんか音がやってきた。音がやってきました。すごい。うわー、うー、すげえ風、風がすごいっす。あ、カメラが倒れました。いやー、先ほどはね、本当にびっくりしましたよ。まさかね、本当にね、この頭の上をね、ドバーッと通過していくとね、思わなかったんですよ。ここね、なんかもうずっとさっきね、駅から歩いてこいたんですけど、あ、なんか来た。また来ました。あ、すげえ。今度は赤いジャルが飛んできました。いやー、マジね、ここ来るとね、ほんと面白いです。もうワクワクドキドキです。だいたい駅から20分ぐらい歩いてこの土手までやってくるんですけど、今ほら達也君もね、 5D でひたすら狙ってますよ。うわ、前からなんかバカでかいプロペラ機が来ました。うわー、このね、ちょうどね、滑走路のとこにいるとかなりね、面白いです。飛行機好きにはね、たまらないですね。今ほら、ここで一生懸命撮れたかどうか戦果を確認しております。バッチリ、あ、バッチリ。はい、ということでですね、いろいろと伊丹空港で撮ってまいりましたけれども、ここね、駅からはね、かなり遠いんです。それから車でもね、なかなか来にくいところではあるんですけども、まあ止めるとこがないからね。ただね、面白いっすよ。飛行機がね、ほら、バン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 飛んできますもん。すげー、楽しい。ということで、伊丹空港からお送りいたしました。ではまた。